はい、ーーーどうパパトラゾー森です。今回もお話をしていきます。今回はですね、ちょっとね、風邪をひいてましてね、声がいつもと違うんですけれども、今回のお話ね、えーと、コメントいただいていたのにですね、えーまあ、ついてね、お話しようかななんて思っております、えー。増援業に転職、職業訓練学校には行った方がいいのかどうなのかってね、あのお話を昔にしてますけど、いつなんですかね、この話をしている私はね、 まあ今回のね、この話をしているのもいつなのかな、この時の私はなんてね、思いながらね、コメントが来るんじゃないかなとは思ったりしてるんですけどね。えコメントどうもありがとうございます。機械メイン、免許がずっとものを言う土方の方が食いっぱぐれはないよ、ね、コメントいただいております。コメントどうもありがとうございます。えっとね、土方の方がとかね、こっちの方がとかっていう風な、あのをね、あの、あんまり論じるというかね、 あの、そこじゃないんですけどね。まあまあ、そうなんだな、ぐらいなもんでね。<laughs> それがね、ダメですよってことじゃないです。ね。なのでね、えー、今回ね、何が言いたかったのじゃあっていうところになるんですけれども、こちらのコメントね、ど方でもど方じゃなくても何でもいいんですけれども、作業はですね、機械がメインでやった方がね、仕事としてはいいですよっていうお話をね、えー、今回はしたいんですよ。あとね、免許ね。 ここもね、実は結構大事なんじゃないかなとか思います。免許。僕ね、あの、私ですね、あの、植木屋さんにおいしさになるのに免許必要ないよっていうお話してるんですけれども、免許ね、必要ないだけでね、あった方がいいです。あ,あった方が、そ幅広がりますんでね。ただ、なくてもできるっていうだけなんでね、あった、あるに越したことはないんですよ。 あった方が、ね、幅広がりますからね、もちろんね。だからまあ、取っといた方がいいんですけど、もう、どうしても今やりたいんだみたいな感じのやつをね、い免許取ってからやりなさいよっていうわけじゃなくて、まあ、やりながらね、必要になったら取ればいい。私もですね、やりながらね、必要になったら免許をね、こう、取ったっていう風なね、感じなんですよ。まあ、大体必要になってくるのはね、あの、植木屋さん、岩屋さんの、とかだと玉掛けね、あと小型移動式クレーンい、いわゆるユニックって言われてるやつですよね。あとね、えー、と、ユンボの免許と、 あと、高所作業の免許ぐらいあればとりあえずできるかなみたいな感じ。とりあえずできるっいうか、なくてもできるんですけど、なくて使っちゃいけませんよ。なくて使っちゃいけませんが、なくても作業はいろいろありますよっていう意味でできるっていうお話をしてるだけなんでね。免許持ってないのにそういうふうに言っちゃダメですよみたいなのじゃないですから、注意してくださいね。機械がメインで、 なおかつね、さっきの話戻ります。機械がメインで、免許がものを言うっていうのは、要するに、希少性の話だったりとか、免許持ってる人は少ないっていうことですよね。少なくはないんですけど、持ってた方が幅広がるっていう話ですからね。免許持ってた方がね、いい、に越したことないです。車の免許も持ってた方がね、今のところはいいんじゃないかなと思います。今後ね、えー、自動運転になったらね、誰も運転しなくなったらね、運転免許なんて必要ないみたいな。 そういうふうな時代が来るかもしれないですし、来ないかもしれないですし、わかりませんけれども、今現在としてはですね、完全自動運転っていうのはまだできてませんから、そこを考えるとね、やはり、その、ね、移動するのであれば、手段の一つ、幅が広がるっていう意味では、車の免許っていうのは持っといてもいいのかなっていうふうに思ったりするんですが、東京都内のね、すごくなんか都心部でね、あの、まあ、もう、徒歩圏内なんかいろんな全部あるよみたいなのとか、仕事とかもね、交通の便がいいから、まあ、あんま車なんて乗ってる場合じゃないよね、みたいな。 のと葉もあると思うんですよ。そしたら車の免許は必要ないよねっていう風になってきます。ほとんどの人はね、東京都内の、そのね、えー、すごくね、都心部に住んでらっしゃるっていう方がね、ほとんどじゃないと思うんですよ。私もね、たまたまこの間ね、あの、お客様、長くね、えー、やっていただいてるお客様、たまたまね、その、なんか、ああ、そうなの、都会とね、えー、千葉とど、どっちが、みたいな話になった時にね、 私も都会に住んでたことあったけどね、千葉県の方がいいわ、なんてね、奥さんまで、ね、おっしゃられてて、あ、そうなんですかどこに住んでらっしゃったんですかってね、実家がね、あの、銀座シックスから徒歩2分くらいのところでね、えー、あんなところはみたいな言い方してましたけどね。<laughs> まあ私はね、ちょっとね、 銀座 6? 銀座いくつですか銀座いくつかね。なんかありますよね。銀座ないんですかどっちですか私もね、ちょ、行ったことないんでね。田舎もんなんでね、私もね、千葉のね。なんでね、行ってみたいですね、なんつってね、あの話終わっちゃったぐらいなもんなんでね。ごめんなさいね。そのぐらいの感じなんですよ。でほとんどの人はね、えー、申し訳ないですけど、私と同じレベルぐらいのね、まあ、田舎なのか、都会なのかね、まあ、そこのね、いわゆる、うーね、駅、駅、栄えてる駅まで行ったら、まあ、ちょっと都会だよね、みたいな。 でも、そうじゃないところに住んでいらっしゃる方の方が多いと思いますのでね。そうするとね、やっぱり車の免許っていうのも必要になりますし、まあ今、例えがね、ちょっとごめんなさい、長くなったんですけれども、えー、ね、そんな感じで免許っていうのは、あの幅が広がる、選択肢の幅が広がるっていうのに関してはすごくいいんじゃないかなと思います。なのでね、えー、持っといた方がいいんじゃないか。例えば医者の免許とかね、弁護士の免許とかっていうのも持っていればね、まあまあずっと使えるようなもん、 聞きましたんでね、持ってないんでね、私知りませんけれども、まあそんなような感じなんでね、まあ一つのですね、選択肢として、えー、見といていただくのはいいんじゃないかな。ちなみに私の会社はですね、基本的にあの、えっ、ー、と、免許はですね取、取りたい方は取っていただくっていうスタンスにしてますんで、えー、取っていただいて、その分のお金は出します。 で、ね、えっ、ー、と、辞めた時に返してもらう、みたいな感じで、ね、え、一応なってますんで、まあ辞めないでくださいね、みたいな。赤 <laughs> 屋だったら取ってもいいですよ、みたいな。なんかそんな感じになってます、私の会社ね。はい。で、えっ、ー、と、機械のメインっていうところがね、今回話したかったんですけれども、基本的に、その仕事する上でね、何やるかって言ったら手作業でやるよりも、機械を使ったりとか、機械を使って自動化するっていうのがあった方がいいんですよ。何においても。なので、 今回の話ね、機械メインっていうのと免許っていうところがね、ちょっとお話ししたかったんで、えー、お話なんですけれども、特に機械の方です。機械。いろんな機械がね、今出てるんですよ。例えばね、この撮影してるの、私、機械で撮影してますんでね、iPhone ね。えー、ね、撮影してますんでね、iPhone も機械ですし、こういうのを使ったりとかね。 あとは、えっ、ー、と、ま、ね、話するのにね、iPad を使ってね、まあ、話するも何もね、今この画面見てるだけなんでね、なん、なんてことない。同じです、皆さんが見てるのとね。だったりとか、あと、ま、パソコンとかね、今こう置いてあるんですけど、パソコンで、えー、ね、そのお客様の情報管理したりとか、見積もり行った、ね、えー、どこに行くんだろうか、明日の作業どういうのなんだろうか、みたいなのをおやり取りしたりするのも機械を使ってると。でね、基本的にはそのお手入れするのに関しても、機械を使うっていうふうなね、 あのお話になります。先ほどの免許のところに関してもですね、機械使ってましたね。小型移動式クレーン。あとね、えっ、ー、と、ユンボ。あとね、えー、その、交渉作業車。こういうようなものを積極的にやっぱりね、使っていく方がいいんですよ。で、そっちの方がね、その、何てうんですか、売上高がね、こう上がりやすいですし、その、人材、自分としての、その、人がね、職人としての人材の価値っていうのもね、高まるんですよ。要するに、 あの、免許持ってる人はね、たくさんいるんですけど、例えば、ユンボの免許持ってて、えー、ね、えー、ユニックの免許持ってて、高所作業者の免許持ってて、でね、えー、ですか、あれもあれもみたいな、たくさん持ってる方の人の方がね、少ないんですよ。1個とかの人の方が多いと思いますし、車の免許だけとかね。あとは、じゃあ、機械とかもなんか複合して使うものの方が便利だったりとかっていうパターンの方がね、あったりしますんでね。なので、 えっと、仕事をする上で基本的な機械を絶対に使った方がいいです。で、その上でどん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 とその効率化していくっていうお話になってきますよねで。今時結構ね、あの、ハサミとかもね、電動のハサミありますよね。ああいうのがね、結構実は終了になってるんじゃないかなっていうふうにね、私思ったりします。っていうのも、うちの従業員の職人さんね、なんか結構もう半分以上の人がその電動のハサミ使ってるんですよ。あ、電動のハサミだみんなって思いながらね、 あ,の見てますあとなんかあのね、えっ、ー、と、やっぱチェーンソーほど使いたくないけど、ちょっとしたやつ切りたいよねみたいなので、あのね、こう、ノコギリがガーッとね、自動で動くやつね、あれ使ってますね。なんでね、まあそのぐらいの感じでなんかこう使い分けじゃないですけど、チェーンソー使うほどじゃないなみたいな。でも、ハサミじゃ切れないな、ノコギリめんどくせえなみたいなので、そこ置いてあるみたいな状態になってて、でね、全部のその充電のやつがもう、 一色多だから、もうすぐ使えるんですよ、みたいなのでね、あの、やられ、やってる人がね、多いです。だから効率考えるとね、結構そういう風になってくるんじゃないかなっていう風に、私は思います。でね、今回のコメントでね、その、そういうところがね、あの、すごくいいなと思いましたんでね、取り上げさせていただいたんですけれども、やっぱりね、機械をメインで使うとか、機械を使って自動化してどうにかなんないだろうかとかね、免許をこう複合させたらすごくいい、 え、ね、職人になれるんじゃないかと、いい会社になっていけるんじゃないかと、いいね、えー、そのサービスが提供できるんじゃないかなっていうのを、要するに考えられる人の方がいいわけで、そういう会社の方があ価値が高いですし、そういう職人さんの方があいい人材っていうふうになってきますんでね。なのでね、あのもう積極的にその機械使って、えーね、自動化して、でね、免許も ね、まあ、あればあった方がいいですからね、取ってって、みたいな感じでやっていただいた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、ただね、他の動画ではね、あの、免許取らなくてもできますよとは言ってますけど、内心ね、まあ私も免許持ってますからね、何個かね。ですし、えー、機械もバンバン使ってますしね、で、どんどん自動化したいななんてね、えー、思ったりしてるっていう最中なんで、今日もね、あの、久しぶりに会社来ました。久しぶりに会社来ました。大丈夫なんですかね、私はね。久しぶりに会社来ましたね、今日ね、急が、 あれだったんで、8で、1、2、3、3日、4日ぶりぐらいに来ましたね、今日ね。あ、えっ、ー、と、そうですね。1週間でも2回ぐらいしか事務所に来ないみたいなね、感じになっててね、いろんなことがね、その、お要するにデジタル上でね、機械を使ってね、こう、まかないちゃってるっていう風な感じになるんで、まあね、えー、そういう風にしてる。ただね、あの、私自身はね、 その、そうは言いつつもお客様のところにはね、すごくこうね、あの伺ってるっていう感じになったすんですね。<laughs> 今日はちょっと行かないんですけどね。まあ大体ね、出るときはね、お客様のところにね、えー、伺うときの方が多いんじゃないかな、みたいなね、感じになってるというところでね。あの、ごめんなさい、ど方がどうのこうのっていうのはね、ちょっとよくわからないんで、私働いたことないんでね、そういう、他のね、あの、外で働く仕事で、植木屋さんに師さん以外ではやったことがないんでね。 給料がどのくらいなのかっっていいうのもちょっとね、あんんまりこうピンとこないんですけどね、なのでね、えー、そんなことよりもやっぱ機械使ってね、なんかあの、その働いてるのとかも見てるとね、やっぱりユンもでかいやつ乗ってる人の方がね、絶対給料高いですしね、で、そういう免許もね、あのやっぱ取った方がね、希少性があるというかね、まあ、そんな感じなんでね、まあ、積極的にですね、えー、自分のこの能力を伸ばしたりとか、自分のその素質というかね、そういうのを伸ばしたりとか、まあ、そういうのをね、 え、になるためにね、積極的にその機械を使って自動化して免許取ってみたいなことやっていただいた方がいいのかななんてね、あの思いましたんで今回のお話という風にね、なっております。どうもコメントありがとうございます。ということでですね、本日はね、そんな感じのお話をしております。チャンネル登録も必要という方いらっしゃいましたので、もチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで本日も最後のご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。